はいどうも、山木です。昨夜東京で遊んできました。面白かったですね。なんかね、なんですかね、第一印象をパッと一言で言えば陰謀論者集会でしたかね。いや、ほんとね、集まってきていただいた皆さんありがとうございます。ね、なんで、なんか一兵衛さんに聞いたら30分で売り切れになっちゃったらしいです。会場は100人入る場所でした。でね、なんかまあ、一兵衛さんは一途な人だね。ほんと一途な人。で、妻兵衛さん。妻兵衛さん。俺最初、妻兵衛さんと、一兵衛さんが言ってる、しょこねって言ってるね、マネージャー的な動きしてくれてる方ですかね、しょこねってね。で、妻兵衛さんは、まあ、一兵衛さんの、なんだ、YouTube でしたかね、何でしたかね。なんか写真は見てたんですけど、で多分仙台でもお会いはしてるんでしょうけど、そういう形でご挨拶してなかったんで、わかんなかったんで、まあ初対面みたいな感じで、まあ初めてお会いしました。で、その一兵衛さんとね、妻兵衛さんとね、しょこねえのね、組み合わせがね、なんかいいなっていう感じなんですよ。でさ、それをね、東京でそうやって集まる、まあ東京だったからある意味ホームグラウンド的な部分もあるんでしょうね。ほんと結局9ですよね。ワクチンの時だったり、まあいろんなことで、まあなんだ、共感した方々ですかね。だからそれを、まあ地元東京だったからってのもあるのかもしれないですけど、すごいなんかね、一兵衛さんが作ってるその信頼感っていうかね、そうだよねって言える人たちが、ある意味近未来の人たちですよ。集めているのはね。で、そこに集まってきている人たちはね。だから、そういう人たちと話すると、やっぱすごい、あ、こんだけ集まって、みんな、みんな地元で頭おかしい、陰謀論者だって呼ばれてると口説いてますよ。もう親、兄弟、親戚からね。でも、そういう人間をね、あんだけ集めるってすごいなと思ったんですよ。で、楽しいなとね。で、まあ、二次会まで、行って、まあ、楽しく遊ばせていただきました。ほんとね、四国、徳島から来ていただいた方もいらっしゃったし、あと名古屋とかね、ほんと遠くからね。いや、でも、そういう時代になったんだなって、改めて昨日は認識を新たにしましたね。俺自分でこうやって動画発信しててね、コメントとかで返ってくることってのは、やっぱ個人的な発信をしてって、個人的に返ってくる答えじゃないですか。だから、孤立してるわけですよ。それがね、100人集まってね、昨夜の一兵衛さんの、まあ、トークショーですよ。で、100人集まるってね、こういうことなんだなと。宇宙人の集会ですよ。宇宙人の集会。皆さん生きづらい日常を送っているでしょうねと。それはよくわかりますと。ね。よくわかりますと。いう感じでしたかね。なんかね、ほんと素敵な空間でした。いろんな人にお会いできてね。ほんで、まあ、昨夜は、門限がね、
12時のホテルだったんですけど、これがね、ごめんなさいね、今日はね、東京から意外と早い時間に帰ってきたんですよ。で、一杯引っ掛けながら、今まあじゃあ休み明けずに撮ってみようかなってね、なんかさっきふっと思ったんで今回してました。これね、東京は違うのもあるから感じるんですね、きっとね。夕べ泊まったのはね、俺原宿周辺には正直興味を持ったことがないんですよ。で、帰りって思った時に、科学博物館って一回行ってみたいなって思ってね、この間もちょっと話しましたけど、で、だったら、じゃあ科学博物館朝から見て、木の住むまで見てね、で、雨横あたりで昼飲みで、いっぱいちょいっといい感じで引っ掛けてね、なんで帰ってこようかなーみたいな感じのつもりでいたんですよ。でね、昨夜泊まったホテルってのがね、禁煙のホテルなんです。で、東京のホテル、東京以外で俺門限ってあんま聞いたことないんですけど、東京のホテルって意外と門限ってあるんですよね。まあ大体多いのは午前0時に門限で、それを過ぎたらで、ここに電話してくださいみたいな、そのまあ、なんだ、宿直っていうんですかね、なんかの番号が書いてあってっていうのが、まあ門限あるホテル、東京だけじゃないですね、富山にもありましたね。青森でも一回泊まったことあるね、そういうとこで。そういうホテルがあるんですよね。ほんでね、俺はこの間から酒やめてみたりタバコやめてみたりしながら、今ハマってんのは井村屋の小豆バーとミルクじゃない方ですよ。ミルクは添加物入ってますからね。井村屋の小豆バーとタバコですよ、ね、タバコは俺コルツっていう葉っぱをね、手巻きで吸ってます。自分で紙巻いてね、どうもそういう連中を、ローリング族とほんの一部は言ってるみたいです。でもね、やっぱうまいんだよね、自分で巻いて吸うとね、うまいんです。あの紙もいい紙あるしね。で、一般市販の、まあ、紙巻きタバコっていうやつは、まあ、なんですかね。巻いて売ってるやつよりは自分で巻いた方が、長生きできるかもしれませんね。ほんで、そのホテルがね、禁煙なんですよ。禁煙でね、で、12時門限なんですよ。で、だから、で、予約した時にね、で、いや、12時、ひょっとしたら過ぎるかもしんないんですけど、って聞いたら、あ、じゃあ、その時は、そこに、電話番号書いてありますから、そこに電話してくださいって言ってくれてね。で、あ、じゃあ、わかりました。で、一応、まあ、11時半チェックアウトとは申し込みますけど、ひょっとしたら遅れるかもしれませんっていう感じで、まあ話してね。で、その時に、じゃあその宿直の方が開けてくださるっていう話だったんで、じゃあ例えば、その禁煙なんですけども、その、表に出たら、寝る前にじゃあ一服しようっていう時にそれいいんですかって聞いたら、そうですねってね。で、館内全部禁煙なんですと。で、その喫煙できる場所として公共的にね、公共で認められてんのが、忍ばずの池、忍ばずの、上野の忍ばずの池のほとりだったんですよ。あのね、
朝ごはん食べるとき、忍ばずの池、今ハスの花が咲いてましたね。だハスの花がポンポンポンって咲いてる忍ばずの池を眺めながら、でホテルと忍ばずの池の間に遊歩道があるんですよ。散策路ですかね、車入る道じゃないでしょうね。でランニングしてる人とかね、家族連れとかふーっと歩いてて、外人さんが多かったですね。でその本当目の前にハスの花が咲いた忍ばずの池があってね、ああいい感じだなと思いながら、朝飯はカレーが無料でつくんですけどね。でそのホテルがね、まあそのホテルから3分ぐらい歩いたところに喫煙所がありますと。その上野のまあその忍ばずの池の公園の一部なんでしょうね。で、じゃあそこまで行けば吸えるんですねと。で、じゃあ夜寝る前に一服吸ってから寝ようかなっていう時は、それじゃあ頼んで開けてもらって、で吸って帰ってきてっていう感じは可能なんですかって聞いたら、そっからですよ。これね、家族経営のホテルなんです。だったみたいでね。そしたらさ、多分息子さんなんでしょうね。一応禁煙、全館禁煙のホテルとなっていますと。だからいいとは言えないんですけど、例えばシャワーのとことかね、トイレのとこに換気扇がありますと。だから、まあぶっちゃけこんなこと言っちゃいけないんですけどねってね。まあ要は、いやこんなの、こんな夜遅くに俺ら起こすなよと、頼むから、じゃあ換気扇の下でお行儀よく吸ってくれよ、そんならいいよっていう感じですよねと俺は受け取っちゃいました。東京はね、ほんと時々、浅草あたりに泊まった時もそんな感じのホテルでしたね。家族経営のね、ほんとなんでしょうね、あったかい安心感がありますね、そういうホテルってね。片言の日本人が、片言の外人ですよね、日本語じゃない連中が、ロビーにいることももう珍しくなかったですからね。そういう中でなんかね、家族系のホテルってなんか行けない昭和がまだ認められてるようなね、なんかね、そんなほっとした感じがしましたね。なんか、なんですかね、妙な感じでしたよ、やっぱ換気扇の下でね、タバコ吸ってね。なんかね、高校生の頃に屋上で吸ってた感覚の100分の1ぐらい、ちょぴっとドキッとするぐらいのいけない感じですかね。いけないことってちょっと面白いですね。まあでも昨日はね、昨夜はね、本当にこんな時代になったんだなっていうね、俺年間で言ったら怪しい茶会で各地でお会いしてきた人の数の総数って年間で言ったら多分まあ100は超えますね。年間10箇所で1箇所10人として100人、まあそんなもんですかね。で、ゆうべはね、だから100人いっぺんに目の前ですよ。だから2年間古典、2年半やってないですから、まあ生身での生の怪しい茶会ってのは、ほんと久しぶりでしたね。ほんと、100人はね、ちょっと、いっぺんにお相手するにはちょいと人数多すぎるっていうかね。怪しい茶会としてやってたのは本当に最後はマンツーマンでしたね。マンツーマンで、っ
ていうとこまでね話をしていきたがりましたね。なりました。うん、だから、まあまあでもね、本当これエネルギーとしてはステージアップですよね。本当あの100人集められる一兵衛さんとね、まあ、妻兵衛さんとしょこねっていう3人のグループがいてね、ほんとそこに100人っていう単位で人がいるところに生でのライブっていうところに呼んでいただけて、ほんとそれはありがたかったです。で、自分もね、こっから怪しい茶会として、俺はやっぱ怪しい茶会、最終的にはマンツーマンで、マンツーマンですね。ほんとあの、うん、まあでも、まあ、多数人数多いのも、まあ、それはそれで、ね、ありだと、も思いました。ゆうべはね、ほんと楽しみにしてくれてるんだなって、本当にね。でも、わかりますよ。俺みたいなこととかね、これ、一兵衛さんみたいなこととか、そんなことをネットの中で話してる奴ら、やっぱいないっすよ。いろんなこと話してる人はいますよ。だけどね、これ、むきみ、あのね、ごめんなさいね。こんな姿をむきみで晒してますよ。ね。本当はなんかね、いや、テレビの世界の常識って多分違うと思うんですよ。ね。むきみで、生身で、飛び出て、じゃ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 ーんって感じだ。もう、アクション大魔王みたいな感じだよね。でも、こんなのが当たり前になりますからね、こっからね。もう、行かれた、怪しい親父は、ごちゃごちゃ出てきますよ。出てきますよ。出てきやすくもなります。こっからね。こっからですよ。今日はね、ちょっとまあ飲んじゃって、まあ東京終わって帰ってきて、早めに帰ってきて、本当にガニ股でしか今歩けないんですよ。本当東京っていう古代都市に行くとね、階段たくさん登るじゃないですか。地下鉄乗るとか電車の乗り換えとかね。いいよ、丸森は近未来都市なんで、階段なんてめったなとこじゃないとないですよ。うちもまあ約50坪工房ひっくるめてね、平屋ですよ。階段ないです。で、ドアツードアの暮らしです。だから、古代都市東京に行くとね、俺、両国で古典やってる時もそうでしたよ。もう次の日には足パンパンになって、もう筋肉痛3日間ぐらい。まあでも1週間帰る頃には、その筋肉痛も大体収まっててね、なんか体丈夫になって田舎に帰ろうみたいなね。ほんと東京はね、東京の人は健康で暮らせるんじゃないですかね。田舎に住んでる人間よりよっぽど歩いてますよ。階段登ってますよ。体は鍛えら、筋肉的には鍛えられてると思います、田舎の人間よりね。俺はそう思うな。俺はそう思いますね。東京行ったらだって絶対体筋肉痛だもん、俺。でも今朝だって、俺、本当は、国立感覚博物館行こうと思ってね、ホテルで、朝、まあ、目覚めて、で、7時から朝食っていうんで、朝飯食いに行こうと思ってね、で、ベッドから降りようとしたら、股関節から下が全身筋肉痛なんですよ。で、なんかね、軽いガニ股じゃないと歩きづらいみたいな感じになっちゃってね。
もうね、いや、これ今日、なんで表出たらまたくっそ暑いわけですよ、今日もね。だったらくっそ暑い中が二股で、国立科学博物館で行こうとは思ったんですよ。で、歩き始めたらね、その、国立科学博物館の展示っていうんで、なんか特別展がかかってたみたいでね。で、なんだっけ、8月の10日から何日まででしたかね。なんか興味なかったんで見なかったですけど、なんかね、海の展示になったみたいなんですよ。で、海の展示になってね、海のすべてを知るみたいな歌い文句あったんですけど、俺ね、天文の空には飛んでくんですけど、海ってのはね、意外と俺、興味ないんでしょうね、きっとね。なんかね、そそらないんですよ。だから、その海の展示やってるって知った途端に、ガニ股でも、この草暑いけど、ガニ股でも国立科学博物館って一回行ってみたいなと思って、ガニ股っぽい歩き方で歩き始めたら、海だと書いてある。今日じゃなくていいよってことだなと思いましたね。思って、じゃあ興味も湧かねえし、でも迷ったのはね、上野の美術館と迷ったんです。美術館もね、なんだ、修学旅行で行っただけでしたかね。で、ほんと気の済むまでっていうね、そういう見方をしたことがなかったんで、一回やっぱ気の済むまで見てみたいなっていう感覚があって、だ迷ったんですよ。でも、ひょっとしたらこういうご時世だから、量子コンピューターのこととかね、その量子の世界のことを、国立と歌ってる科学博物館が、はてどう今の時期に語ってるんでしょうかと、それを俺見に行ってみたかったんです、国立科学博物館。でも、特別展で海だって言ってやってっからね、いや、海は別にいいやと思っちゃったんで、ガニ股の股を向きを変えてね、アメ横に行っちゃいましたよ。アメ横は、なんかね、昔のアメ横と違いますね。なんかね、楽しくなってました。アジアンバザールですね。アジアンな匂いすんごいしてますよ。カバブをね、なんか中近東っぽい音楽かけながら、で、そこに食いに来てるお客さんも、なんかこう、ちょっと DNA 違う人たちなんですよ。で、そういう人たちが本気で食いたくなるものを出してるんだったら、あ、面白いなと。ただ俺今ベージなんでね、まあなんちゃってベージですよ。ビーガンとかそんな厳しいもんじゃねえっすよ。で、ベージなんで、まあカーバブは食いたくねえけど、ビール一杯ぐらいなら、みたいな感じだったり。で、あと、なんか、まあ半島系ですよね。まあそういう料理もいっぱいありましたね。で、あと店員さんたちも、まあ、日本人じゃないお店が結構いっぱいありましたね。で、歩いてるお客さんたちも、もう結構、まあ昼間だったからってのもあるんでしょうね。平日だったらどうなんですかね。わかんないですけど、なんかね、ほんと国際色豊か、歩いてる外人さんたちも、やってるお店の、もう、昔はそんなにね、やってるお店は国際色ってそんな感じじゃなかったんですけど、なんか、変わった感じがちょっとしましたね。で、なんか、楽しいなと思いました。
ね、昨日ね、原宿降りて表参道を歩いて、で骨董通りだったりなんだかんだ歩いてみて、で3駅分ぐらい歩いたと思うんですよ。で3駅分っていうと、まあ何ですかね、4、5キロ、3、4キロ、3キロ、3キロ以上歩いてるね。1時間以上歩いてたもんね。まあだからそのおかげでね、まあ年取ったら1日2日置いて3日目ぐらいに筋肉痛になるっつうんだけど、それ俺味わったことないんですね。ちゃんとあ動きすぎだなっていう時はちゃんと次の日にバキバキに筋肉痛は味わってますね。で今日もほんと筋肉痛、股関節から下がね、上だけですよ元気なの、頭だけはね行きたがるんですよ。久々の東京だしね。でただね、食い物は残念ながらベジになるとつまんなくなるっていうかね、やっぱ食い物で楽しもうと思ったらベジなんかやっちゃいけませんね。もういろいろんな美味しいもんいっぱいありますよね。まあだ今日は俺マグロをつまみながら日本酒1合引っ掛けて新幹線乗りましたがね。まあでも東京はね本当楽しかったですね。自分も何の確証もないまんま、なんかね、人生をかけてみた。かけてみたって言ったら大げさですね。だけど、リスクの少ない人生を送ろうと思ったら、自分が就職した条件のいい会社にずっといるっていう方が、おそらく7割の幸せは得やすいでしょうね。得やすいでしょうね。約束されてる本がね。でも俺きっとわがままなんですよね。わがままなんですよ。知りたがるとは何人かに言われました。見える人と見えない人たちにね、知りたがると。確かに知りたいですよ。多分ね、これ見てる、俺の動画見てくれてる人らはね、ごめんなさいね、もう、ひらめきカップでこれ日本酒入ってて、半分酔っ払ってる感じで今話してます。これをね、知りたがるの多分、度合いがね、度合いなんでしょうね、きっとね。度合いとしか俺、認識できないんですけど、他の人たちにも多分欲求ってあると思うんです。例えばよ、俺、禅寺に1ヶ月いましたよ。で、もしね、財布と人生をくっつけて考えていくならね、多分市役所にそのまんまずっと60までいる方が財布と人生は仲良しで暮らせますよ。で財布と人生は仲良しで条件的にね、物理的な条件で暮らし始めて寂しがるやつは俺の中の目に見えない部分ですよ。気持ち、心、思い、願い、感じるっていう部分ですよね。感じるっていう部分が、俺はやっぱりね、ダメだったんですよ。やってみたくなっちゃうんでしょうね。やってみたくなっちゃい、でしょうね、じゃねえや。やってみたくなっちゃいましたからやってみちゃいました。やってみちゃった上でですよ。
その上で俺こう思うな、こう思ったなってことをここでね、正直に話してるだけですよ。ね。皆さんとね、皆さんとね、一緒だったらより楽しいなと思うから誘いに出てきてます。ここまで皆さんの目に届くとこまでね、楽しいはずですよ楽しいですよ。そりゃ物理の法則を超えられるんですよ。もうのび太くんじゃなくなりますよ。ドラえもんに、何貸してあげようかってね。そんな嫌な感じじゃないですね。ドラえもんこれ使ってみなよってね。おお、楽しいじゃないか、のび太くんみたいなよ。そんなもんをこっから作り出していくんだよ。俺たちがさ、イメージの中でね、イメージできたもんは具現化できる。具現化できないもんはイメージの種も降りてこないと思いますよ。俺きっとね。まあ今日はいいやね。いいやね。ぐだぐだとこのまんま飲んで話してってみましょうね。昨日来た方々は、ほんとね、エネルギー強かったですね。だから、一兵さんに、毎回こんな感じなんですかって聞いたら、そうですね、って言ってましたけど、あのね、暑いですね。暑かったです。だから、あの一兵さんの一途さんが集めたエネルギーなんでしょうね。あのエネルギーはね。なんで、妻兵さんも素敵な方ですね。うん、どっかね、こんな話でいいんですかね。まあでも、素敵だった話だからいいでしょうね。ダメですかね。つまべさんにはごめんなさいね。あのね、おい、つまべさんが、妻ですって言ってくれた時にね、すごい凛としたもん、わかりますかね？厳しいんじゃないんですよね。すがすがしい厳しさっていうんですかね。凛とした雰囲気って、これ、日本人だったら伝わるんでしょうかね。凛とするって、普段会話では使ってないですよね。若い人たちとの会話では成り立つでしょうかね。意味から教えないと伝わらないですかね。凛とした美しさっていうこととかね、おお、60過ぎだから凛とするってのはね、標準語として使ってみたいですね。使ってみたいですね。妻部さんは本当凛とした美しさ持った人だなと思いましたね。ショコネーっていう方は、本当世界に何人いても世の中楽しくなるっていう感じの方っていうかね。なんかね、ポジティブにこの世界を楽しむときに、一家に一人とかね。いや、まあ、そんな人が100人の中に2人いるよりは10人いたらもうドンって世界違っちゃうみたいなね。なんかそういうエネルギーを持った方だなって、よく勝手な妄想ですよ、ただの酔っ払いのね。なんかそう思いましたね。だから昨夜はね、ほんと一兵さんの一途なエネルギーをさ、妻兵さんが、わぎね、
キリッとある意味結界張れる人ですよね。魔のものは近寄りにくくなると思います。魔のものはね。で、その少年って方は、それを全部をバランスよく取りまとめてくれてるなっていうね。で、そこの取り巻きの方たちと、ゆうべは、まあ、二次会までね、飲みに行って、お話、いろいろお聞きしました。本当に素敵な方たちに囲まれてるなっていうね。まあそんな感じでしたね。だからね、東京は東京で、一米さんを中心にしようの姉妹が、もういや、誰がどこでどう動かしてっても、あとは、それぞれの覚悟だけだなっていうね。覚悟するってさ、やっぱ大変ですよね。大変ですよ。できるならそういう責任を負いたくないっていうのが、まあ、普通というか、当たり前でしょうね。だけど、それでは済まない部分、すまないって何がすまないかって言ったら自分の気がすまないんですよね。自分だよ。自分の気がすまないのだと思うのですわいな。だいぶ酔っ払ってましたね。だいぶ酔っ払ってきていい感じですね。でもね、東京とか、あと本当、まあこれ、どうなんですかね。まあでもこんな、俺が東京に呼んでもらって一米さんの作ったエネルギーフィールドの中で話をするとか、こういうこと自体がまあそもそも今回初めてだからね。初めてだから、おお、よしわかったと。ほんじゃこれをどう遊んでみましょうかいな的なね。これは俺はそういうイメージをなんかね弾ましていきたいなみたいな、なんかそれはイメージです、俺の中の勝手なね。だけどどうですかね、もう弾けられるんじゃないですかね。昨日ゆうべ来た人たちもみんな陰謀論者と呼ばれておとなしくしてるよみたいな人たちがほとんどでしたけど、これね、陰謀論者として一声そろそろ上げてみる時期かもしれませんね。そんな時期に俺来てると思います。夕べ集まって二次会まで行った人たち、まあ水木しげるさんなら妖怪として書いたかもしれませんね。まあ見事に個性的な方々でしたね。本当に、ね、日本各地に皆さん散らばって生きていらっしゃるんですねと。で、陰謀論者と呼ばれてね、おかしなことを言うやつと呼ばれてね、わそんなもんお構いございません、どうぞ好きなように呼んでくださいと言いながら、世間の狭い生きにくいところに生息している方々ですよ。本当にね、もう共鳴しかないので、よくわかりますよ。よくわかります。皆さんの居場所のそのね、心地よさと、本当に心地の、なんと、まあこの世界はこんな心地の悪いもんまで作れんのかみたいなね。本当に、本当にこの世界という
この三次元ってのは名作劇場ですね。名作だと思いますよ。本当に名作の、まあ、名作、名作と呼んじゃ失礼なんでしょうね。神々の世界ですからね。目に見える、目に見えない、どっちもね。5秒前シミュレーション仮説なんてのもあってね。本当、こっから、例えばよ、この瞬間から5秒後にパンって目が覚めてね、5秒間のストーリーでしたという世界があり得る、想像したことありますか？これあり得るんですよね。バーンと作っちゃうんですよ、過去も未来も一瞬の。だからゲームのステージをドンって入れちゃう感じです。そこでセッティングパン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 と入れていくわけですよ。まず5秒間の中で、今こうやって俺たちがじゃあメドベッドで30年を考えられるとかっていうことまでひっくるめてシミュレーションであるという可能性、これ可能性なんですよね。可能性って、飲んで酔っ払っちゃってますからね、くどいこと言いますよ、ごめんなさいね。これ可能性なんですよ。それをね、どこまでってこの判断がつかないんですよ。シミュレーション仮説、もちろんこの世界はマトリックス、仮想現実空間でプログラミングされた世界で、俺が昔からブログの頃から言ってたのは超リアル 3D 劇場地球で、そこでは作、演出、脚本、主演、監督全部自分でやってるよと。で、それを手伝いに来ている魂たちがいるよと。で、それを守護霊と呼んでみたりね。で、あと指導霊ってのは、自分がもし望んだっていう世界があって、それが許されるっていう世界が、その時間軸の中に登場するんであれば、そこに指導霊としてちょうどいい人たちがどうも来てくれるみたいなんです。で、その指導霊っていう人たちのランクを決めるのは、その人自体の覚悟だと言われている。その辺ね、わかりやすく説明してくれてるの、斎藤ひとりさんは、例えば、おい、大根になろうかなって思ってね。ほんで、じゃあ、日常のね、長屋仕事で、長屋の中で、いや、ここが壊れたよ。で、こんな不都合があるから直してくれっていう、長屋大工になろうと思ったら、長屋大工の指導霊がそこに入る。んで、五重の塔を作りたいって思ったら、本気で思ったら、五重の塔を作れる指導霊がそこにつくと。だから、そこでの志ですよね。だから呼び込むものっていうか、受け身で捉えたら、そういうものしか私には来なかったみたいな、そういう受け身な捉え方もあるでしょうけど、自分が呼び込めた、自分が望んだ、自分が呼び込んだのはそういうとこでしたということにも、これなるならないですかね。ね、だ、自分次第だよってさ、確かに自分次第ね。まあなんか、ね、今日はもう股関節した全身筋肉痛で、なんか、やっと帰ってきたって感じですかね。ね、これ、日米さん作った T シャツもらってね、これ寝さら、うつんないですかね。おい、寝さら下さらプラス9。
これ帰りもらいました。キア 4B、 キア5もでしょうね。もでしょうね。これね、資金が動き出したら、資金はエネルギー強いですからね。意外と巨額ですよ。世の中にそういう方向だけに指向性を持って放たれるお金ですよ。こっからこっちじゃないと、こっからこっちのね、そこにドバ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 ッと放出されてくるんだと思います。で、そのエネルギーはかなり指向性を持ちますよね。指向性を持つってことは、この世界をある一定の方向に持っていくっていうね、これ直接会って話してるわけじゃねえからさ、遠慮してっていうか、なんですかね、まどろっこしいですね。直接伝えたいんですけどね。要は現実か、現実か、かな、どうだろう。現実化であって、あるいはイエスとノーであって、なんですかね。作って信じてみたい未来と、本当に訪れるであろう未来と、どっちを求めますかっていうね。変な言い方ですね。変な感じだね。違いますね。そうじゃないですね。でもそんな雰囲気ですよ。本当、自分で選んでくださいねというしかない選択肢なんですけど、なんだろう。覚悟決めてくださいねですかね。覚悟決めてくださいねが一番近いかもしんないですね。望んだようになっちゃいますからと。そんな感じですかね。なんか今日はなんかこれね、毎回ですね、飲んでグダグダやってと終わりようがないですね。まあでもちょいとでもやめましょうね。終わりがないですね。でもね、本当自分もね、なんかほっとしました。昨夜ね、毛色の違う宇宙人たちですよ、この地球に降りてきてね、この地球をなんとか良くしようと思ったのに全然なんねえんだよ、ピポポポーみたいな。もうほんとおっさんおばさんですよねえ、その人らと話をしてよ。で、まあでもそういう場を作ってくれた一兵衛さんのエネルギーにもほんと感謝しながらね。で、なんか未来はこりゃもっと楽しくなりそうだなと思ったという話の夜でしたというとこで、やめてみましょうかね。ねえ、こんなぐだぐだ終わんないですわ。でも楽しかったですよ、東京ね。今日はガニ股歩きで、なんとか家まで帰ってきましたよ。股関節した筋肉痛でね。やっぱね、こういう田舎っていう近未来都市に生きてると体はなまりますね。んじゃ、また、興味があったら遊びに来てくださいね。んじゃ、またね。